伊賀市内の蔵元で地元の高校と連携して完成させたお酒の販売が始まりました。高校生と協力した酒造りでさらに日本酒の魅力を発信しようという試みです。協力したのは伊賀市別府の愛農学園農業高校です。生徒たちが栽培している有機無農薬栽培のコシヒカリを840キロ使用して今年3月から酒造りを開始しました。酒造りには酒造適合米を使うのが通常ですが、今回は一般米を使った酒造りということもあり難しかったといいます。お酒の味を決める麹を作るのに非常に難しいと言われる部分がそのコシヒカリといいますか一般米ではありまして、そちらにどのような形で手を加えていこうかっていうのが一番大事なところでもあり苦労したところです。純米酒若恵比寿愛農は 1.8 リットルが2940円、720ミリリットルが1470円で地元の酒販店などで限定販売されます。私たちのイメージではこうもう少しのぶたいというか旨味の多いお酒になるのかなというふうに思ってたんですけれども、愛農さんの生徒さんに作っていただいたということもあってこう若々しいその青春の味わいのお酒になったんじゃないかなというふうに思っています。